はい、こんにちは。今回ですね、大阪杯でエフフォーリアに540万円かけて、大負けしたっていう YouTuber がいたんですけど、これね、もしかしたら八百長か、馬券は偽馬券だった可能性が出てきてます。っていうのもですね、こんな感じで普通の馬券っていうのは、裏に文字が書いてあるんですよ。こんな風に。いろんな文字が書いてあるんですね。で、この YouTuber の馬券を見たら、裏に文字が書いてないように見えます。普通は絶対に書いてます。こんな感じで。いろいろ見たんですけど、これ書いてますか？これ書いてないように見えるんですけど。で、そもそも、別に家も広くなさそうだし、どっからこんなお金出ってたって話なんですね。普通こんなお金持ってないですよ。だから多分、わざと偽馬券で540万円負けたって言って、注目を浴びるたびに再生数稼ぐためにやってるじゃないですかね。もしかしたらね。で、他にもツイッターとか、でもいろいろ偽馬券なんじゃないかっていう声がいろいろありました。では、失礼します。